てかさ、うん、高校だったら部活何しよっかマジで。うーん、お前何部入んの。うん、いやもう俺テニス部。え、当たり前やんけ、そんなテニス部入るよ。え、風間と春樹は。あいつらもテニス部入るって言ってたよ。嘘やん。え、いやテニスよ時代は。嘘じゃん。お前何入んの。え、卓球部。卓球うわだっせ、顔にちっちゃいピンポン玉いっぱいつけて。カモン。はいはい、今日から入部させていただきます。1年のジェームズって言います。お願いします。おー、ジェームズ君よろしく。ええー、やん、爽やかやんか。な、じゃあ部活頑張ってさ、大会優勝目指して頑張っていこうみんなで。はい、頑張りましょう。よろしく。よろしくお願いします。おい、このクソネギミ何しとんねんボケ。おいボールここやろ、どこ見てんの、どこ見てんの。おい気持ち悪いね。ちゃんとやれや。もうええねんで、お前やめてな。お前いらんねん、ここの部活に。帰れ、もういいよ、帰って帰って。はいはい、いらんからお前落ち。あれ、え、ジェームズやん。え、どうしたどうしたどうした。え、やめた思ってた。え、いつぶりお前来んの。いや違う、今日部活するわけじゃないんだよ。あの1ヶ月前にさ、あの服忘れたから取りに帰って、今取りに来たんだよね。あ、そう、あ、そうな。うん。え、で部活は。もう二度と来ないよ多分。知ってるけお前。どうしたの。なんか剣道部ってさ、うん、部員3人しかいんらしいで。マジでやばない。ダッサ、3人しかいねえの。成り立ってんような部活として。クソダサいし、クソダサいしな。やっば、まあ、ほんで、え、お前卓球部は何やったっけ。俺だけ。やば。動画見てくれてありがとう。説明欄の方にエロ動画、ツイッター、まあいろいろあります。チャンネル登録よろしく。せーの、マイボー。はい、お疲れ様です。もうネタ切れだわ。